松木工業は長野県松本市に存在したミシンのキャビネットやギター等を製造していた日本の株式会社。改装前は松本木工と称した。ミシンの製造を行っていたシンガービッコーの子会社で米国シンガー社と日本製工所の孫会社にあたる。同社はもともとミシンのキャビネットの製造を行っていたがミシンの構造の変化に伴い木材の需要が 減少していったことから、ギターの製造をするようになった。1983アリアプロ2、ポリエチレン R100 松本市を含む、長野県中心地方は、ギターの生産が盛んであり、同じ松本市に本社を置く、不次元とともに、日本のギター製造における草分け的存在として一、時代を築き上げた。その確かな製造技術やグレコ等の、 コピーモデル製造を牽制する理由から、ギブソン、フェンダージャパンなどの日本向け正規モデルの生産を受け負っていたこともある。同工場で生産されていたアリアプロ2のポリエチレンシリーズや SB シリーズなどは、現在も他の OEM 先で製造、販売されている。松木工業は1987年2月に工場を閉鎖し、解散した。 JR 南松本駅の側にある南部公園は同社の本社工場の跡地であり、ギター型の石碑が残っている。ありがとうございます。